2024年4月10日、37イニングぶりの得点で連敗を読んで止めた試合後の監督談話です。初回ノーアウト2塁で送りバント、なかなか点が入ってなかったのでああいう形にしました。小園選手の先制内野ゴロ、追い込まれていたわけでもないのに狙ってショートゴロを打ちに行っていた。得点できない日々が続いていたんで、小園もいろんなものを背負った打席だったと思う。あれでベンチの空気も変わった。みんなの気持ちが楽になったと思います。小園の成長を感じました。相澤選手の追加点となる二塁打、重苦しい雰囲気が出ていたので今日はベテランの力を借りました。攻守にチームを引っ張ってくれたと思います。アドワ選手が6回2失点、ナイスピッチングだったと思います。明日の的を絞らせないリードも良かった。小園選手の自己犠牲打点に新井監督もすごく成長を感じ取ったみたいだね。素晴らしい打点じゃったわい。得点できない時はこれがなかなかできなかった。呪縛からは解放されたし、ここから投手陣を助ける打撃を期待したいね。ということで、新井監督の談話でした。